初めてアフレやったアフリエイトの商材教えていただけないでしょうかアフリエイトの商材は僕やったの2007年でめちゃくちゃ昔ですけど当時竜が如くっていうゲームが出た頃だったんですよね竜が如くっていうゲームが出た頃に竜が如くの攻略サイトを作りましたそこでね当時ガラケーだったんですけどねガラケーのゲームの公式サイトかなんかのリンク貼りましたねそれがね始まりだったかもしれないですねで道に1つ決めで10万円ぐらい稼ぎましたよ最初 まあね、そこから2ヶ月目で30万ぐらいかなで3ヶ月目で100万4ヶ月目で400万とかそんな感じですね恥ずかしいですね。